がマイナス2以上1半を満たす x が何 x がマイナス2以上マイナス2以上1以下以下を満たす、はい、全ての x に対して、うん、はい、ジフトをしている x の2乗マイナス 2ax プラス a プラス2プラス何 2 a 足す2はい a 不等式で、うん、不等号で0こうなってるわけね大なり0と言います要するにこの範囲内でこれが成り立つように a の範囲を求めなさいという問題ですねはいさあこれいきましょうこれはまずですね、これはともかくこうかこうで総理したこれでよろしいですか OK ですねごめんなさい間違えましたそれで一応これグラフ書いてみましょう、うん、このグラフは困ったことに例えばだけどこうなっちゃうんだなここを A って置いたらだから A だから動くんだねa とマイナス a 次乗プラス a プラス2というふうになりますでまあここの y 切片が a たす2とかいうのは別にどうでもいいことなので一応こうなっちゃいますで問題はこのグラフがこうやって旅をするんだね上に行く下に行く旅をするだから困ってしまうだからどうするかというとだけど今マイナス2から1だとマイナス2から1の間だまあ、だからこのグラフで言えば、まあ、これは OK だ、ね、もう全部正だねこの間が正になってるから OK だけどこんなになったら困るよねもうすでにここが不利なんだだからどうするかなんだけど君ならどうするの頂点が頂点が X 軸より上にああ頂点 X 軸より上軸ねはいクルバーと下に来る場合に分けて、うん、それかああだから上の場合と下に来る場合と分けて考えましょうって考えたわけだななるほどじゃあどうやって分けるああそうかだからこれが正の時とこれが負の時に分けよう言ってるけどじゃあそれでその先が見えないだよねまあだから君は君なりに一生懸命考えてることは認めようでその通りだと思うだけど、じゃあこういう時はでこれはこれでいいと思うんだよねいいと思うんだよ絶対 OK だよなこれねそしたら、うん、そうだな今例えばこれがマイナス2から1とかなったら OK だよねでしょほらこうなればほら全部正だ正だでもアウトの時はこういう時はアウトだよねほらこの間負になっちゃったってことはこの赤と黒の違いは何か何だろう軸はマイナス2よりこっちだよだけどこの赤と黒の違いっていうのはマイナス2の時どうだろう1の時は両方とも正だねマイナス2の時どうだよそうだねだからマイナス2の時に正か負かってことだよな正になってるけど負になったらもうダメだよねこうマイナスだからということは軸が要するに軸っていうか軸のまあこれ A なんだけどマイナス2よりも、まあ、小さい時にしましょうかそしたらマイナス2より小さい時にまあこれを FX と言いましょう FX イコール X 次乗マイナス 2AX プラス A 足す2と置くとしてその時にマイナス2が正だったらいいよねで今これ0より大きいってなってるから0はダメなんだよなマイナス2で0になったらダメなんだよなそういうポイントだね、重要だね。ゼロより大きければいい。そしたら OK だよね。絶対 OK。この間は正だよね。じゃあ問題は軸がまあ1より大きいの今度。1より軸が大きいときはまあじゃあ E
いいケースはこういうケースだね。まあほらこういうのは絶対 OK だね。こうだね。まあ、もちろんこれも OK だね。ダメなのはこんなの。したらまた1の時を見てみよう。1の時を見てみよう。そしたら赤と黒の違いなんだい。正か不か。何が？マジ悪い点。うん。まあ、というか1を入れた時の点が正になればいいの。わかるよ。そしたら気になるのはこれで軸が今軸ってのはこれ A だな。軸 A だな。A がで一応これ数直線書いてあるんで場合分けしてるから A がマイナス2より小さい時が1番で1より大きい時がまあ2番としましょうか。まあこれ2番。さあ3番ってのはこの間だね。この間の時っていうのはじゃあ例えばこうしよう、マイナス2から、まあ、1としよう。そしたらこれはまあ例えばよこれはダメだよ。こうなったらダメだよね、うん、まあ、もちろんこれ下もダメだよ。だからこの赤と黒の違いなんだよ。途中で、うん、歩のところに入っている。途中で何？歩の方に入っている。ああ、だから途中で歩の方に入ってくるってことは、いやもっと言うとこの中の最小値のこれだね。これが下に行かなければいいじゃん。ということは、解を持たなければいいよね。これだから要するにほら、まあ、解を持つって、それは難しいことはやめよう。この最小値。だから、マイナス A 事乗プラス A たす2というのが正であるよね。もっと言うと、これ FA だ。だけど、そうなったらどうなるかというと、まあ、だからちょうど軸が、すみません。軸A というものがマイナス2、こっち1個ずついてないから1個ずつでしょう。で、これが、1でしましょう。こうなったとき、このとき。今、場合分けしてるからね。場合分けが、ね、こうなったとき、こうなったとき、こうなったときかね。そしたら、こうなったときは、はっきり言えばこの間に軸、要するにこうなるわけでしょ。そしたら、最初あんた言ってたよね。これって接してないよね。ってことはこれ解はないでしょ。このようにします。だからこれってまあ話が解がないっていうの。で解なしっていうのはどういうこと？判別式が負ってことだよね。そうだろ。解の公式のこの中がマイナスってことだからこれでいい。ということはマイナス2から1の A の間の時はこれでいい。そして、軸マイナス2よりこっちが軸がある時は F マイナス2が正。で軸が1より大きいときは F1 が正だ。でこの1番2番、まあ、3番を解いてドッキングするみたいなかということです。言ってることありますか？じゃあ具体的にそれやるんだけど、まずここまでメモってください。そしたらですね、ちょっとたくさん使いすぎたんですけど、じゃあ一番簡単な3番からいきましょうか。3番だったら判別式が0より小さいから、この元の式の判別式だから B 事乗 D イコールマイナス 2A の事乗マイナス 4AC、 これが負ですよということですね。まあ、もちろん A の範囲が、条件がついています。 A の範囲がマイナス2以上1以下と、はい、まあ、これ1個つけなくてもいいんですけどね。こっち1個つければね。だけど一応こうなりました。この条件だと、そうすると 4A 事乗マイナス 4Aマイナス8月より小さいと。でまあ公式なんで、まあ、読んでくっていいでしょう。 A 事乗マイナス A マイナス2より小さいと。そうするとこれは因数分解ができまして、こうで、そうするとこれがどうなるかというと、これ A, A ですかね。そして、こうなって、2とマイナス1で0より小さいからこの間だというふうになるわけね。でまあそれプラスこの A がマイナス2からマイナス1と、マイナス2からまあこれはイコールついてないけどマイナス2
ロマルで1だと。と言って答えが重なったのは、じゃあここだと。うん、ここになっちゃったね。だから答えは赤で書きますけど、マイナス1より大きく1以下というのがここの答えになります。3番の答えになりますね。いいでしょう。で、1番はさっき言ったように、消しちゃって失敗しまいましたが、マイナス2の時に、軸が結局こうなればいい形だったんだね。ということは、まず条件は、丸1の時は A がマイナス2より、小さいと。こっち側に2個をつけちゃったから、こっち側に2個をつけてたらね、だから、今度はイコールつけないと。でこの時に F2 と、F マイナス2がどうなるかというと、F マイナス2は、4プラス 4A プラス A たす2と。よろしいですかね、これ計算の仕方は教えてね。でこれが0より大きい、そうね、0より大きくないとまずいんだね。だから、これが、5A として6が0より大きい。まあ、そうすると A は、5分のマイナス6より大きいというもの。でそうするとこれは A でいくと、まずマイナス2より小さいになってて、5分のマイナス6、5分のマイナス6ってどうなんだ、マイナス 1.2 だよね。だからマイナス5分の6よりも大きいということは該当者がない、該当なし、該当しませんと。よってこれはなしとなっちゃうんですね、この間はね、なしはあえて。で次ですね、2番は、どうなるかというと、今度は範囲が1だよね。で1よりもまあこう軸が大きい時だから、こうなればマイナス2から1と。だからA が1より大きいとき、こうなっちゃうの。そのときは、まあ、もちろんこっちに 1イコールつけたらこっちにこうつけないんだけど、まあ F1 が、まあ、正に出ればいいと。0になったらダメなんだね。これ0より大きいになってるからね。そうすると、まあこれちょっとこれ早く書きすぎたんで、F1 は1引く 2A 足す A 足す2が、これが0より大きいですね。0より大きいだからね。じゃないとダメだから、この間マイナス2からかが全部正なんだからね。でそうすると、まあ不等式、まあ、まとめる方がいいかな、マイナス A と足す3が0より大きいということは、3よりこうというふうになります。でそうすると、これが A でいくと、1より大きい。で、3より小さい。ということで、答えはここになるから、まあ、一発して色を使うと、まあ、1より大きく、3より。で、これは一応書いておきます。なしです。該当数がありました。で、結局、寄ってと。よってと A は、マイナス1で、ここを黒丸で1して白丸で、3ということで、答えはすべてドッキングしますので、マイナス1より大きく3より大きい数字であると、これは満たしますということになります。答えどうでしょうか、確認してください。違ったらショックです。そしたらまあこういうことで分かりましたか。もうちょっと書くと、これが3番で、これが2番で、1番はなしということになりますね。いいですか。じゃあ、まあ、1を書くときはこれ1,2,3よりというふうになります。問題はありますか。分かりましたか。はい、じゃあメモってください。